ガラーパー皆さん、こんにちは。今日のアレンです。今回この動画では実際にアレンの地元沖縄と日本とミャンマー、この3つ、地元と母国ミャンマー、この3つを比べて、どういった違いがあるのかなとか、どういった違いからどういったことをアレン思って、で逆にミャンマーからどういったことを学んだのか、習ったのかっていうことについて、この今回幸せって何なのかなっていう、幸せっていうことを軸にお話ししていきたいなと思います。まず最初にアレンが沖縄で過ごしてた時の様子をざっくり話しますが、沖縄っていうのはもちろん皆様一度行かれたこともあるかと思いますが、沖縄っていう、国というか沖縄っていう島はすごい暖かいところであって、もちろん気候も暖かいんですが、本当に人も暖かくて、道聞いてもすごく教えてくれるっていうのはもちろんアレンの中でもあるんですが、あとこの沖縄の特徴といえば、このエレベーターですね、エスカレーターですね、エスカレーターとかもこの両方並ぶんですね。東京とか大阪は左とか右とか、東京はこっちが夜とか、そういったのあると思うんですが、そういったのもなく、また時間に関してもウチナータイムっていうのが沖縄にはあって、沖縄では、本当は良くないかもしれないですけど、30分ぐらい遅れるが、逆に集合7時にしても7時半に行きたいとか、7時に昼寝から起きるとか、そういったのが沖縄でよくあって、すごい時間ルーズというかのもありますし、逆に先生もすごい5分10分、ほんと10分15分遅れて来たりとか当たり前ですし、バスもすごく遅れてくるっていうのは沖縄で当たり前、時間にルーズだし、だけどすごいゆっくり、そんな毎日焦らずに、もうゆっくり毎日ゆっくり生きるっていうのが沖縄の人たちで、自分もそういうスタッフな環境で18年間生きて過ごしてきたんですね。で、大学の関係で初めて東京に来た時にすっごいびっくりしたのが、同じ日本のはずなのにまず言語が違ったっていうのが一番大きくて、このイントネーションも違いますし、こういったなんか姉が日本語と思ってたのが実は沖縄の方言だったとか、そういったのもあったりしたんですね。で、そういった言語はどんどん治りましたが、すごく驚いたのが、日本にいて、特に東京にいた時に、この時間にもすごいぴったしだし、時間に遅れるとすっごいもうこの関係に亀裂が入るじゃないですけど、すごい厳しかったんですね。時間にルーズっていうのはもう絶対ありえないことであって、時間前に行くか、時間に絶対間に合わせるっていうのは当たり前ですし、で電車もぴったしに来るんです。時間もぴったしに来るし、そういった環境に行って、なんか沖縄と違うなと思って、すごい違和感があったんですね。で、特にアレンがすごい傷ついてショックだったのが人身事故だったんですね。実際に人身事故をで、この亡くなる瞬間見たわけではないですが、人身事故で電車が止まった瞬間っていうとこにいた時があって、で偶然居合わせて、その状況で何が起こったか分かんなかったんですけど、当時はその時にこの看板ドロップで、こういう人身事故があって、電車が10分20分30分動かないですと、ご迷惑おかけしますというふうにテロップ流れる時に、誰かが、いろんな理由がありますけど、亡くなってしまった、自殺してしまったっていうすごいショッキングな出来事なんですが、それに対して、それにいた若者ですけど、アレンと同じく大学生の子は、もうこれで授業遅刻するから、もう最悪じゃないですけど、とか、このツイッターとかでこうつぶやいて、なんでこんなところで知るのとか、で逆に隣のサラリーマンおじさんは、すごいもうイライラして、もう舌打ちして、こんな感じで、なんだよ、なんで君はここで死ぬんだよみたいな、そんなんじゃないですけど、そういった感じですごく、人の命がなくなった、その目の前で近くなくなったのにかかわらず、それに対してすごい不平不満を言って表してたんですね。そういったのを見た時に、何か違うなと思って、でまたこう日本人忙しさのあまりに、もう両親どっちも働いて、ちょっと朝ごはんだけは家族で食べるっていう瞬間もなく、朝起きたらご飯があって、で一人で食べて学校に行くっていう家庭もしてたりとか、すっごい忙しく一生懸命働くっていうのももちろん有名、世界的に有名ですし、もう残業とかしてまでも一生懸命忙しく働くっていう日本人のいいとこなのか悪いとこか分かんないですけど、そういったところを見てきて、幸せってなんだろうと思ってたんですね。日本に行った時に沖縄と比べ、同じ日本のはずなのに、沖縄で生活した時と東京に行った時は全然生活も違いますし、人も違うし、言語も違うし、違うな、生きづらいなと思ってたんですね。で、ミャンマーに来た時にガシッとハマったんですね。ミャンマーに来た時に、気候も本当にあったかい、ジメジメしたの沖縄と似てるんですけど、それとは別で人もすごくあったかいですね。ミャンマー人もすごい家族との、この談話というか集まりをすごく大事にしますし、特にお坊さんに対してすごく礼儀正しく、一人一人敬意を持って接してて、お坊さんこう
朝ですね、朝7時半とかにこのお米とか宅発に回る時もみんなこう準備して待ってて、お坊さんに一人一人渡していくっていうのがあったんですね。だからなんか分け与えることを知ってるんですよ、彼らは。知ってて、自分の少ない、トリブの中でも分け与えるってことをミャンマー人は知ってて、そこ見てすごく感動したんですよ。大きい、たくさん例えば日本人の方だと、例えばお金がたくさん、お金持ちたくさんあっても、こうみんなにこう配ることなく独り占めする方もいると思うんですよ。でも元々ないし、自分たちで生きるの精一杯なのに、それでもシェアして、こう取り分をシェアして取り分けっていうのを見た時に、何か幸せ何なのかなってすごいこう揺れた自分がいたんですね。でこういった家族の集まりを大事にしたりとか、すごい本当に沖縄と同じで、そっせかせか生きるんじゃなくて、もう今日生きれたらいいや、また明日も一生懸命生きようじゃないですけど、毎日を毎日ゆっくりゆっくり、毎日真剣に生きているミャンマー人を見て、そういった彼らとのこう接していく中で、あ、なんか幸せって何なのかなじゃないですけど、なんか忙しさに紛れて日本人が忘れている何か大切なものっていうのを、彼らは未だ持ち続けて生きているのがミャンマー人なのかなと思いました。で、特にミャンマーにって思うのが、ミャンマーって日本の昭和とすごいそっくりなんですよ。この発達具合もそうですけど、なんかこう家の感じとかも、自分のおばあちゃん、ひいおばあちゃんの家とそっくりの家とかもあったりして、なんか昔の栄える前、発展する前、日本とすごく似てるんです、ミャンマーが。アレン的にはで、これ見た時に昔の日本人っていうのはそうだったのかなと思ったんですよ。分け与えることを知ってて、こう独り占めしなくて、本当なんかよくある人としてやっていいことダメなことっていうのをしっかりこう分別ができてて、そういったのを一生懸命こう道徳に重んじてやってる日本人っていうのが最近はいなくて、でもギャマンマー人は未だにこういったのを続けてるのかなってアレン的に思いました。それがアレンのこの個人的な意見なので、これがいいとか悪いとかっていうのは本当にないと思いますが、そういうふうに地元である沖縄と日本とミャンマーを比べて、やっぱり沖縄とこのミャンマーが似てる部分だったりとか、あとはこういう日本人が持ってないけど、なんか忙しさのあまりに、つかの間にじゃないですけど、忙しさのあまりに忘れている何か大切なものをミャンマー人が持ってるなって思いました。はい、実際アレンが住んでみてこういうふうに思ったんですが、これからもこういった、YouTube だったりとかブログとかで、ミャンマーでどういったことを思ったのかっていうのをどんどんシェアしていきたいなと思います。でもしもこういった話を聞いてミャンマーに興味が出たって方がいれば、ぜひ概要欄のホームページからお問い合わせの、場所がありますので、そこから連絡お願いします。で、今回はこの動画失礼します。たった。